ゲオルクは、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公国の大公、カール二世の三男。全名は、ゲオルク・フリードリヒ・カール・ヨーゼフ。ゲオルクは1779年8月12日、メクレンブルク・シュトレーリッツ公、カール二世と、その最初の日であった、ヘッセンダルムシタットホーハク氏、ゲオルク・ビルヘルムの娘、フリーデリケ・カロリーネル・イーゼの間に、ダイヤ子として、ハノーファーで生まれた。 1806年には、父の名代として、フランス皇帝ナポレオン一世との交渉にあたり、メクレンブルク・シュトレーリッツのライン同盟参加に合意した。ナポレオン没落後のウィーン会議にも参加し、ここでは、義兄フリードリ・ヒビルヘルム三世への指示もあって、メクレンブルク・シュトレーリッツは大公国へと、昇る格した。1816年11月6日に、カール二世が没すると、 ゲオルクは大公位についた。彼の知性、宮殿の改修や教育制度の改善、濃度の解放などが進んだ。しかしゲオルクは自由主義に対して終始否定的であり、1849年の憲法も拒否している。1860年9月6日、ゲオルクはノイシュトレイリッツ近郊のシュバイツァーハウスで死去した。大公位は長男のフリードリヒビルヘルムが継いだ。 ゲオルクは1817年8月12日に、ヘッセンカッセルルンホーハク・フリードリヒ3世の娘、マリーとカッセルで結婚した。彼女との間には、以下の次男事情を設けた。ありがとうございます。